は。こんにちは、ついにワクチンから1週間経ったということで、はい、初めての丸のお散歩です、はい、これだけあればいいのかな、多分救っていれるですよ ね、はい、でちょっと庭に出したりはしてたんだ、はい、その庭に出すぐらいなら、はい、ワクチン前でもちょっとならいいって言って、はい、でも丸くん外が怖いですどうぞ、うわあ、丸散歩行こうかね、人生初めてのお散歩、はい、家の敷地からまで丸はアホやね、ちょっとアホ丸ちょっと待ってね、まだ家の敷地からは出たことがありますね、はい、初めて紐を加えて行くぞ行くぞってやるので、段差降りれるかな、このね、この段差昔降りれなかったけど、お、降りれるようになった、おお、えらい、まるついにあんなにビビってたのおお、普通にお前降りるやんかこれね、3日ぐらい前までね、この段差登れるけど降りれないですね、えらいビビってましたもんね、たわしまる行くぞ、まる行くぞ、たわしまる、たわしやそれ、まるでもこういう散歩で、はい、ワンコの好き勝手してたら、うん、お、俺が群れのリーダーだって思うらしいから、 あんまり好き勝手させすぎたらなんか凶暴になるじゃないけど、行くよまる、俺が一番だってなるわけ、まる行くよ、俺の行きたい方向に行くって、まる行くよたわしがそんなに、どうしたまる、もうたわし持ってて行けん、行こう、いや、たわし持ってちゃダメだね返して、あれ、たわし返して、行こう餌で飛んだはい、なくなった、さあ、行くぞ、行けるか、丸、敷地の外に、お、行けるか、お前普通に行くな、どうやって運動していい、臭くいいお、まるくすぐに行くじゃん、すごいじゃん、すごいじゃん、まるほらお前できるやつだな、どっちでアスファルト、アスファルト行った、まるまる行った、おい何の躊躇もなく行った、まる、どう加速で運行できるか、やっぱ今までさ、はい、家でうんこされたらさ、はい、激臭のうんこ処理しないといけないやんそうですね、あの激臭のうんこ処理に人生を早く終わらせたいから外でしかうんこしない、あれあれどうした、ここまでお前のテリトリー、まる行こう、カラスにビビってる、違うか、あでもね、ちょっとした音にビビる、あー、それ行こう、あのシャッターの開け閉めもめちゃくちゃビビるもん、シャッター開け閉めとか、なんか筋トレするときさ、一人夜中一人でしてるけんさ、はい、今やけん丸連れて行ってみるさ、はい、筋トレの機材にビビって筋トレできなくなるけん一回でやめた、車来たよ、車来た、家の方ばっかり、ほんでやねあ、でもグイグイ引っ張らんけんいいね、いけーって逆に止まるんかい、まる行こう、どうした、まる行こう、まる行こう、まる行くよ、ほらよじゃあ何で一回止まったんだよ一瞬止まるのは何なんですかね、今日風強い、ちょっと小雨が、まる、行こうなんかやっぱちょっとビビってるですね、風強いな、今日強いですね、まる、初心の散歩にしたちょっと荒れてるね、荒れてるぞ、まる、お、うんこするか、人生いろいろあるっていうことやな、まる、うんこする、せん、丸行こう、寄り道が多いですね、やっぱり
初めてやけん。なんでも匂いよか。行こう。匂いペローンなって。マリコ。うんこする？おしっこ、おしっこぐらいして、マル。確かに、おしっこバンバンするイメージあすけどね。ね、犬やろ、はい、おしっこせんね。おしっこして、マル。でもちょっとこれ尻尾ビビってんじゃないですね。なんかちょっとビビされてますね。ちょっとビビって歩き方してるよね。楽しいって運動してませんもん。まるまる楽しいか散歩。お前でかくなったな。そして最初の頃の写真とか見たらもうマジさ別犬別犬や。おぉ、丸すごいじゃん。散歩行けてんじゃん。丸、葉っぱ食うな。あ、でも葉っぱは食った方がいいって聞いたこともあるような、ないような。でもあれはもう20年ぐらい前の情報だから。丸行こう。でも昭和の時代はさ、はい、道端に毒団子とか普通に置いてあったけど ね。野良犬殺すために。だってそこら中野良犬おったもんね。はいはい、それでなんか、うん、今やったらもう、愛好家たちがものすごいことになるんだろうけど、当時は当たり前のように毒団子を巻かれてさ、犬を飼ってる方、毒団子に注意してくださいっていう案内が回ってきよったけんね。毒団子を食べて、うち一回犬毒団子食ったけんさ、はい、思いっきり手突っ込んで吐かせた、はい、あ怖いっすね。だ3日間ぐらいクターってしてたけど、息抜いた吐かせたけん。俺が小学生ぐらいけん、20年ぐらい前か。怖いになっちゃうか。あの盛りの音が気になるんだろう。前通して。しか。よしよしよし。こ。そのうち散歩コースも決まるんでしょうね。まるあっち行こう。盛りをめっちゃ気にしてる。はい。行こう。通れない。こ。まだ散歩イコール楽しいじゃないの。なんだって感じですね。もうずっと歩きに来るやん、マル。行こう。あら。行こう、マル。またいいや。マル行こう。じゃあ、あっち行こう、マル。マル、分かった。あっち行こう。おう。おう。それ、コケ。あ、マル、ダメ。じゃあね、アスファルト。マル、今度ドッグラン遊び行こうぜ。マル、今度ドッグラン行こう。遊ぶすかね、走り回って。刺さるかもしれない。うわ、おい。まあ、行こう、マル。尻尾垂れとんや、よだれベロン垂れとし。マル行く？マル？マルは常にさ、予想やけどさ、はい、あの普通犬って人が来たらさ、はい、うわーって喜んで寄ってくるやん、はい、でもマルの周りには常に人がいるけんさ、はい、もう呼んでも来んじゃん。人がいて当たり前の生活になってしまったけん、みんなマルって呼んでこうしとくやん、はい、タタ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 タ無視するもんね。無視していきます、ね、なんか普通に犬ってすぐ寄ってきて、はい、すぐうわーいってするけどさ、マル寄ってきてくれんもんね。帰る、マル。帰る。音が気になる。マル、帰るかも。行くね。よし、マル行くね。よし、マル行こう。マル行こう。行こう、マル。行こう。マル行こう。よし、もう丸帰ろう。帰るか。散歩はもうここまでだ、お前。帰るか。帰ろう。まだ初めての散歩はもう、距離にして、どんぐらいしたらいい？ 200 メートルだ。でも、尻尾足らんなといいや、丸。なんならちょっと帰りの方がちょっと早い。早いね。
初めての散歩は 200m 記録こんなもんなのかな。俺マジさ外でしか買ったことないけんさ、はい、もう犬は外大好きしかイメージなかったけど、はい、家で 4,5 ヶ月育てたらこうなっちゃうもんなのかな。家の方が好きってなるんですかね。これが当たり前なのかな。こいつね家帰ったらテンション上がるぞ庭をちょっと庭に放す時もちょっとビビっとって、はい、で家に入れた瞬間うわーって走り回るけどね家の方がやっぱいいとか落ち着くんだろうねだからでもこれも徐々に慣れて外が楽しいってなったらいいなですね。まあ犬やけん間違いなく外が楽しいになると思うんですけど、夏はアスファルト問題とかあるじゃないですか。そうですね。なんか犬用の靴みたいなのもありますもんね。今アスファルトが厚すぎて肉球やけどしちゃうとか、ね、でも丸お前帰り走後ろの姿がもう完全にビビリの歩き方やもんこれまるビビリの歩き方してるし、ちょっとまる一回待って、一回待って、ちょっと腕がさ、早い早いもん帰り、なんかちょっと引っ張るぐらいありますからねほら、丸家大好きお前家大好きやな。うんとせんやったな、お前。丸ちょっと待ってね。足場不完場ですね。ああ、しまだ待って。丸、待て。よし、まず帰ろう。お水飲もう。よいしょ。バイバイ。はい。結局、うんこはしませんでした。ほんとや、またうんこ処理専門やん、マルを。じゃあね、マル。なんでそんなちょっと悲しい顔しとっと出して。出して。なんかやっぱ、怖かったのかな。まだ尻尾下がってますもんね。え？以上、丸の初めてのお散歩でした、はいはい、ご視聴ありがとうございます。メインのチャンネルはこちら、料理のチャンネルはこちら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。じゃあね。